はい、こんにちは。村野聡です。今回はですね、大切なことは先に子供に伝えておくんだという原則についてお話をします。今回のテーマですけども、大切なことは事前に伝えるって、まあ一見当たり前のようなんですけども、もうちょっとですね、さりげない場面での紹介です。これをやらないとですね、結構子供たちから反感をね、食らう可能性があるので、十分注意してほしいなと思うんですね。大体ですね、嫌われてしまう先生がついやってしまうことの一つだと私は思っています。もうちょっと具体的に言いますと、ここに黄色で書いたんですけどね、予告してからペナルティを与えようということなんですね。じゃあいくつか事例でお話をしていきますと、まず一つ目ですね、丁寧に文字を書いていないこの指導ってありますよね。例えば、テストの、自分の名前を書く欄がねぐちゃぐちゃで書いてあったなんていう場合ですね。でそんな時に先生によってはそれをね、こんなぐちゃぐちゃな字じゃ読めないから書き直しなさいって書き直しをさせる先生いらっしゃると思うんですね。私もあまり汚いとね書き直しをよくさせましたけども、でその時にもうこれを急に言うんだと反感を食らうんですね。事前に言っておく必要があるんです。ですから4月最初にテストをする時にでもですね、学校で行うことはみんな丁寧にやります。もちろんテストの名前も丁寧に書きます。丁寧に書けてなかった場合は書き直しをしてもらいますっていうふうにちゃんと予告をしてから、はい、名前を書きなさいってやっていかなきゃいけないんですね。これを言わずに名前を書かせて汚いから書き直しなさいって言うとですね、で子供はってなるわけですね。ですから、まあそれはね、気持ち的には若干わかる気がしませんか？まあ子供の立場から言えばね、先に言っといてよっていう話になるんでしょうね。まあその子にとってね、丁寧に書くことが習慣になってないとしたらね、なんで書き直さなきゃいけないんだと思う子もいるかもしれませんよね。ですから、まあいらぬトラブルを生まないように事前に言っとくんですね。で、二つ目ですね。音読で声が出ないこの指導なんですが、これも同じで、例えば一人一人ね、一文ずつ読ませていったときに、音読のテストをしますみたいに言って、じゃあ、読んでいってもらうよと言って、で、不合格になった子は、立ってなさいってその場で言ったとしますね。それじゃ遅いんですよね。それ先に言わなきゃいけないんですよ。もしも不合格と言われた子はそのまま立って待ってますって事前に言わなきゃダメなんですね。逆にそう言っとけばですね、不合格になれば立ってなきゃいけないんだと思うから、ちょっとまた頑張るわけですよね。それもあるわけですよ。ところが、失格になった時に初めて、立ってなきゃいけないのっていうふうに思った時はちょっと恥ずかしいなって気持ちが湧く可能性があるわけですよね。ですからそういうことは事前に予告してからペナルティを与えなきゃいけないってことなんですよ。あとね、宿題忘れの家庭通知って3番目に書いてありますけど、これも全く同じでね、まあ何回も忘れるからお家に連絡します、連絡帳持ってきなさいみたいなことを言うと思うんですけども、それもですね、事前にやっぱ言っとく必要があって、宿題を出すときにね、3回連続忘れたときにお家に連絡するからねっていうふうに言うんですね。まあ私の場合はね、そういうふうに言っておきながら3回忘れても滅多に家には連絡しませんでしたね。はい、じゃあ3回忘れたね、じゃあ今日は連絡帳持ってきてください、お家の人に連絡しますからって言っときながら、帰りの会の頃に、あ、ちょっとさ、さっきの話だけども、もしも明日間違いなく持ってくるんだったら今日はね勘弁してあげるなんて言うんですね。まあちょっと恩を売るんじゃないですけどね、まあ、そういうふうに言って、まあ、次の日持ってくる可能性がかなり高いわけですよ。まあ、そんなふうにやっていましたね。まあでもこれもですね、ちゃんと事前に3回っていうことを言っとくからそれができるわけで、ちゃんとですね、予告してからペナルティは与えなきゃいけないと、これ大きなね学級経営上の原則になると思うんですね。はい、そして最後4つ目です。先生が叱るとき、これは割と有名な話ですよね。先生が叱るときは3回注意しても自分を変えようとしなかったときだっていうふうにね、野口芳弘先生が最初におっしゃったんだと思うんですけども、まあそれを私も若い頃よく追試してきました。ですから4月の最初にね、先生が叱るときはみんなが3回注意しても変えようとしないときにはね、先生はね、厳しく叱るよっていうふうによく言ってましたね。だけどね、その3回なんてね、いちいちあの子は今何回とか、こっちは正直覚えてられないんで、回数でやるとですね、先生、まだ2回なのに怒ったとかね、まだ1回目なのに怒ったとか言われかねないのでね、私は途中からはもう回数してはやめましたね。まあ、何回言ってもね、改善の見込みがないときは叱るよっていうふうに、まあちょっとそこはぼかしたこともありましたけど、まあ一応これもね、予告してあるので、ペナルティが課せられても子供はね、そこで文句を言わないわけですよね。はい、ということでね、これ全てに通じるんですけども、何か子供たちにペナルティを与える予定があるんだとしたらね、これができないときはこうするんだってことを決めてあった場合は、事前にそれはちゃんと伝えといて、その上でやらせていかないとね、ダメですよね。まあ、それをやらないと、先生不信っていうのがね、生まれる可能性があるのでね、ぜひこれは気をつけてほしいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。